きチャンネルこんにちは。さあ今日は12球団2023年総括&来季への課題というところで、今日は日本ハムね、はい、今年は最下位っていうね、ところでしたけども、はい、まあ全体の成績を見てみると防御率は 3.08 でパ・リーグ3位、で先発防御率は 3.14 で3位、はい、でリリーフが 2.95 で、こちらは4位、だからまあピッチャーはそこそこ頑張ったよね。そうです、悪くはないですね。まあ特段めっちゃいいわけでもないけど、めっちゃ悪くないっていうね、はい、その中でやっぱり被本塁打が106本とやっぱエスコになって球場が狭くなったから、まあそこら辺は飛躍的に伸びて、パ・リーグ、ワーストに打たれるっていうこと でもフォアボールの数は352っていうところで、パ・リーグの中で一番少ないから、まあ無駄なランナーだから、まあここら辺はね、伊藤大海とか、あと加藤とか、まあ制球力がいいピッチャーが先発にいるっていうところで、まあフォアボールの数抑えられてるっていうところは無駄なランナーをね出さなくてもいいっていうね。で関東も8で完封も4、まあここら辺は先発ピッチャーの制球の良さっていうところはかなり引いて出るからと、まあその中で被安打2割4分3厘はワースト2位。でクオリティスタート率 51% は3位、で援護率が 3.59 っていうところで、まあ、2位まあ投手成績だけ見てると、はい、まあ最下位になるようなチームじゃないね。そうですね、まあ真ん中ぐらいっていうね、で、チーム打率、はい、2割3分1厘はパ・リーグワースト、で打点443はパ・リーグワースト2、でホームラン100本は4位タイ、で安打数1082本はワースト、はい、だから打ててないね。そうです、こうやって見るともう課題がだって感じですね。 OPS641 はワースト2、長打率3割4分4厘もワースト2、得点圏打率2割5分3厘こちらは3位、なんだけども得点圏出す機会が1056と、まず機会少ない。ああ、チャンスが作れてないってことですか、そもそも、だから得点圏打率が2割5分3厘とセ・リーグ3位なのに、得点圏安打数は267本とセ・リーグ4位、で得点圏出す機会はワーストだから、はい、チャンスになったらまあそこそこ打ててるけど機会自体が少ない、でフォアボール407個で得点464はワースト2で盗塁75個パ・リーグ3位なんだけども、盗塁成功率が6割5厘とワースト1、ああ少ないんだ。でバントの数84個はオリックスに次いで2番目に少ない、でもリーダー成功率は8割5分7厘とパ・リーグ2位だから、まあきっちり成功はしてるっていうね、はい、で犠牲フライ25が少ない、代打成功率2割1分6厘で、パ・リーグ4位、でエラー82個がパ・リーグ1位だから、ワーストなんだ、だからここら辺だね、だから盗塁もヒット数は2番目に多いのよ、でも成功率が6割5厘と圧倒的に少なくて、楽天はヒット数140で一番多いのね、でも成功率7割2分9厘と、2番目に高い、はい、でも日本ハムは動いてんだけど成功率低いっていうところで、だから無駄にランナーアウトになってるね。でもバントとかの成功率は高いから小技は結構しっかりよくできてるっていうところもあるし、はい、だからこの成績見てみると打撃は万波とか言うけども、全体的に打撃成績低いね。そうですね、打率も低いし、まあ本塁打の数は100本打ってるけども打点というところではやっぱ得点に絡んでない、得点圏の打率はそこそこいいんだけど得点圏自体が少ない、やっぱエラー、はい、だこれまあ今年の日本ハムの1年間見てきて思うのが、ここの能力の高さは面白い、伸びしろあるなっていうところはあるんだけども、はい、結局はミス多い、それは記録に残るエラーもあるし記録に残らないエラーもあるし、であとは走塁ミスね、はい、なんでそこ走るみたいな。だからもうホーム完全セーフなのにバッターランナーが無駄にセカンド狙っちゃってアウトになったりとか、本塁でホーム完全セーフなのにファーストランナーが無駄に三塁狙って楽勝で挟まれてアウトになるとか、だからそういうなんか無駄にアウトになってチャンスを自ら潰していくっていうところが得点圏の少なさと、あとは得点の少なさにもつながってるし、ミスはい、でエラーするっていうところが無駄な失点が多いっていうところは、まあ、もったいない野球してるなっていう、だからもうちょっと考えて、うん、選手たちは動いていかないと、一生懸命やってるのは分かるけども、うん、やみくもに走ってるとか、うん、雑だね、うん、野球がね。そういったところはもうちょっと改善の余地があるかなっていうね。これでピッチャーの成績、野手の成績見るともうめちゃくちゃ悪いとかじゃないじゃないですか、うん、いいところもあったりとか、なのでなんか日本ハムってすごい接戦負けてるイメージなんですよね。だからそれミスだとするからね、そういうところってことですよね、結局ね、接戦勝ちきれないという、でその結局エラーが多いから、うん、失点と自責点の差が大きいのよ。62点っていうね、はい、失点とやっぱエラーが多いチームっていうのはやっぱ失点と自責点の差が大きくなっていくから、はい、だからピッチャーは抑えてるように見えるのよ、うん、結局自責点は防御率に反映されるけど、うん、失点は反映されないから、うん、結局でエラーは自責点にならないから、はい、そういったところで失点はしてるけども結局はその自責点に反映されないっていうところが、うん、防御率はいいんだけどねっていうところで、うん、まあ隠されてるところでもあるんだよね。そうか、防御率いいけど実は失点はミスとか絡んでしてるってことなんですね。そういったところで、まあ無駄な失点が負けにつながってるっていうところは、まあデータの中にはまあ見ていけば出てくるよね。そうですね。で、援護率とかもいいんだけど得点圏チャンスがそもそも少ないっていうね。チャンス作ればそこそこ打ってるんですよね。そう、チャンス作れば打つけどもチャンス作れてないからね。だからそういったところは、まあ、もうちょっとそういう無駄なランナーがアウトになっていくことでチャンスが減っていくっていうところもね、まあ少なからずあるんじゃないのかなっていうところではね、そういったところはカバーしていかなきゃいけないなっていうね。だから個々の成績で見たとしても、はい、やっぱ10勝投手が1人もいないから。そうですね。だから1回目でロッテやったけども、全部パッとせえへんよな成績みたいな、でもその中でも10勝投手は2人。はいでいて、抑えの増田は34セーブ上げてるっていうところで考えても、まあ今年加藤ね、高之防御率 2.87 でも7勝9敗だし、上沢もね 2.96 で9勝9敗、伊藤博文も 3.46 で7勝10敗っていうところで、2桁に届かないっていうところはね、まあきつかったのかなと。まあ鈴木もね6勝4敗いい形のね出だしはスタートしたけどもね、ちょっと終盤なかなか先発じゃなくなったっていうところもあるんでね、勝ち星を増やせなかったっていう24試合登板で12先発っていうねところはあるけども、あとはまあね池田、はい、まあ51試合登板 2.86、田中正義ね、はい、移籍してきてしっかり結果を残したっていうところではね、大きな存在になって、まあ、25セーブで、あとはまあリリーフは、まあ、河野竜星ね、はい、50試合登板で防御率 1.70 っていうところでは非常に頑張ったし、まあ、宮西もね、はい、31試合登板で 2.66 とこの左の2人が頑張れたっていうところも大きいし、でそこに池田が入ってきて、北山、まあ、北山も先発もね11試合先発して5クオリティスタートで6勝5敗っていうところでは、はい、まあまあ先発転向した中では非常に頑張れたかなっていうところもあるし、まあ来季に向けてはこの根本ね、はい、アジちゃんでも良かったけども、今年3勝1敗 2.88、まあねちょっと体力面がまだ弱さがあるのかなっていうところがあるんで、まあしっかり体力向上させて1年間どこまでローテーションを守れるかっていうところも、まあ、大事になってくるかなっていうね、であとは金村がね、はい、まあちょっとコンディション不良もあって1年間でいうと4試合登板に終わったかなっていう、でもその4つが全部クオリティスタートしっかりできてるっていうところでは、はい、まあ1年間ねしっかり投げれれば面白い存在になるかなっていうね、でまあ、あと矢沢がね、まあ、今後どうなっていくのかっていうところは個人的な楽しみはあるけども、であと達もねもうそろそろ来年が3年目になるんで出てきてほしいなっていうところもあるけども、2軍で2勝5敗防御率 5.15 はちょっと物足りないかなっていうね。でまあ上原もね4勝7敗だったけど防御率 2.75 と試合も作っていい形のピッチングしてたから、はい、来季に向けては結構期待値も大きいっていうね、でまあ新しい外国人選手も、取ってきてっていうところでマーフィーね196センチ、159キロだからね、はい、まあ正直どんな球投げたのかは俺はまだ見てないから分かんないけども、まあ、今季は 3A で6勝4敗6セーブ防御率 6.35、まあ、この成績だけ見ると球は速いけど多分制球がばらつくね、だからここの制球がばらつかないでしっかり投げれるかどうかっていうところが、まあ、ポイントになるのかなっていうね。あとはまあ右投げっていうところでクイックがねどこまでできるか日本野球ではね、非常に大きな問題になってくるから、そうですね、クイックがね、どこまでできるか、日本野球にフィットするかっていうのやってみないと分かんないですもんね。クイックができないと走られるからね、まあ、ここが問題なんだよね、はい、クイックができるかどうかで、あとはまあその制球面っていうところは、まあ、キャンプオープンセットね、それまあ見ていく必要性はあるかなっていうね。だから投手陣見てもまあいい形になるんだけども、まあ、結局2桁勝ててない、ね、で防御率はいいけどもっていうところは、まあ、ミスの失点もね、まあ、あるのかなっていうね。でも加藤投手残ってよかったですね。そうだね、だから結局いい契約できたんだろうね、はい、その FA の中でね、その中でね、だからそういったところでは最近 FA 取ると結構一時よりもさらに年俸高騰していくから、はい、野球界はもうインフレやなそうですね、どんどんじゃんじゃんインフレ、でそこでうまくいってメジャー行けたらな、10倍になるからな、はい、大きいよな。で、まあ、野手の方はだから郡司ね、はい、よかったよね、中日から来てね、2割5分4厘、あのトレード両方ともね、8チームで活躍して、でもまあ野手転向やろな、多分このままでいけばね、ポジションで言えば。でも結局、ここもガチッと、ね、その外野も、ね、万波が2割6分5厘、ホームラン25本ね、ここはいい活躍、守備もね、ゴールデングラブ賞も取ったし、の中でやっぱ松本の2割7分6厘はちょっと寂しかったね、そうですね、期待値から言うとね、でまあ内野がほぼほぼ決まってないからね、加藤豪介も新人とはいえね、メジャー経験ある中で、2割1分はね、ちょっと期待値からすると低いしね、出てきた時あ、やりそうだと思いましたけどね、で上川畑も2割1分2厘とね。伸び悩みもあるし、で清宮がサードになって2割4分4厘っていうところもあるけども、エラーがね、13個ちょっと多すぎるよね、正直ね。で私の期待は奈良間君ですよ。奈良間君後半から出てきてよかったですよね、2割4分3厘ね、はい、だからここら辺の二遊間がパシッと決まってないからね、だからここら辺もなかなか絶対出てるので言ったら松本、万波、まあ、最後はね清宮、はい、サードでずっと出てたけども、確かにがっちりレギュラーって少ないですね。で、まあ、野村も終盤ね、まあ、ファーストで出てて、まあ、2割3分6厘、ホームラン13本で外国人も不発したからね、なかなか野手は苦しかったよね。でキャッチャーもマルチネス、ね、伏見、ねっていうところで、でもまたこの古川取ったのにまた上部から取って、これはもうちょっと大学関係者怒るパターンだね。あ、そうですか。大学関係者が。で古川もドラフト3位ぐらいで取ってるから、はい、でそんで同じ大学から同じポジション行くって、どっちか絶対補欠になるんだよ。そうですね。でも大学関係者からするとどっちもレギュラーになってほしいんだよ。確かに。でこれは外野とかだとポジションいっぱいあるから別にいいし、内野とかでも。コンバートあるから、でもコンバートあるって言ってもショートでめっちゃ有名なやつ取ったのに、その2年後にショート同じ大学からショートめっちゃ有名なやつ取ったらどっちかショートに出れないわけじゃん。でも大学関係者からするとどっちもがプロ野球界で設計してほしいわけじゃん、ってなった時に特にキャッチャーとかポジション1個しかないのに、あのドラフト上位で取ってその2年後ドラフト上位で取るってちょっと関係者からすると怒るパターン。そうですね、大学関係者からすると、だからそこら辺は、まあ、どうなんだろうね、コンバートも含めてあるのかなっていうところはあるけども、情報によると上武大学の関係者はかなり戸惑ってるっていう。へえ、同じチームから取られたっていう、でもやっぱ全体的にはね、個々の能力をさらに上げて外国人がパシッとはまればねもっと良くなるけど、まあ、マルチネスがね2割4分6厘、ホームラン15本で中日に行った時の比べたらね、レギュラーとしてでしっかり活躍してたっていうところもあるけども、まあ、マルチネスがどこ守るんだ問題もあるからね、キャッチャーなのか、あとはもうやっぱコロコロ変わりすぎだからメンバーがね、3人ぐらいとか4人ぐらいで回したりもするからね、そういったところはもうそろそろマルチポジションもいいけども、ね、腰据えたポジショニングは必要かなっていうね、誰出すとか出さないとかはそれはもういろいろ回ってね、これ書くっていうのがなかなかいないから回るのは仕方ないとしても、センターもね江越が行くかと見せかけても結局1割8分じゃな、一発の長打力は当たったらすごいけどっていう安定感がないっていうところと。まあ来年ぐらいだったら磯端が出てくるのかな、でも足が速いって言っても2割2分8厘じゃきついしな、まあ2割6、7分は打ってほしいっていうところもあるし、まあそこら辺も含めてどうなるのかだけど、まあ個々の選手見てるといい選手たちもいっぱいいるから、そこら辺がもうちょっと野球をちゃんとミス少なくして、で走塁とかも無駄な走塁しない、もうちょっと考えて、ここは行くべきなのか行くべきじゃないのかとかね、あと盗塁成功率も低いから、何でもかんでもバンバン走るわけじゃなくて。まあ、ここアウトになっても走ってアウトになってもいいか、ここは走るべきやなっていうところもあるけども、それにしてもちょっと成功率低すぎるから、うん、そこら辺はもうちょっと考えて、走れなかったらストップするとか、はい、っていうところも選手個々は考えなきゃいけないし、だからあんまりトレッキーすぎると、うん、それで全部失敗していくとどんどんチャンスがついえていくから、そういったところが得点圏打数が少ないところでもあるから、はい、そういったところはもうちょっと野球をうまくすると、個々の選手たちの能力は高いし、いい成績を見せてるし、まだまだ若い選手が多いから、ここから成長していく過程っていうのは、ピッチャーも野手もかなり大きな期待。そうですね、成長率がものすごく楽しみなチームだなっていう感じはね、ありますよね。左腕王国になる可能性あるからね、左だったら矢澤、加藤ね、上原で、宮西、川野で、まあ堀もね出てきてほしいし、上田、この根本ね、はい、根本遥香投手ね、で新人でも。はい、左ね、細野君ね、うん、取ってるから、いや細野君も楽しみだな。左腕王国にね、ああそうそう、山崎幸也もね、ああそうそう、山崎幸也もいたから、でも結構投手陣めっちゃ熱くなりますね。でも今言ったやつらでパシッと頑張れてんの加藤鷹だけだから、だからそこら辺がバシッと全体的に成長していったら、非常に左腕王国として、うんDNA に次ぐぐらいの期待値があるピッチャーが続くから、まあ、そこら辺が、まあ、どこまで補えるかがね、噂がいなくなるからね、うん、そこら辺のピースをしっかり補うのと、このマーフィーね、はい、新外国人投手がどれぐらいになるかっていうところは大きなところもあるから、だからまあまだ発展途上だからね、もうちょっと野球をうまくして戦えれば、まあ、面白い存在に。台風の目にね、うん、来年はなる可能性もあるんで、いやなんか新戦力というか、田中誠義投手とか、なんか川野投手とかも良くなったりとかで、なんかピッチャー陣、すっごい楽しみです、来年。うん、ここら辺がね、まだ賞味1年だけだから、うん、来季しっかり同じように活躍できるかどうか、そのね、活躍2年目のジンクスあるからね。そうですね、2年連続して活躍するって結構難しいですもんね、うん、だからそこでまあうまくはまればっていうところはあるけども、はい、まあ面白いところはあるんでね、うん、楽しみです、うん、ここら辺のね選手たちがもうちょっと野球をうまくできればね、うん、勝ち星がついてくれると思うんで、まあ、そこら辺が課題だと思います。はいはい。